北フリジア語はドイツの少数言語の一つである。北フリジア語とドイツ語の二言語で書かれた警察署の標識北フリースラントに約1万人の和舎がおり、大陸方言と島方言の二つの方言に対別される。標準となる方言は特にないが、本土方言のうちの一つであるモーリング方言を標準語にしようと提唱されたことがある。北フリジア語は 西ゲルマン語群の中のフリジア語の一部に分類される。北フリースラント諸島のフェール島とアムルム島、ベーキングハルデのリーズムリントホルムの少数の村を例外として大部分の地域ではもはや子供たちが北フリジア語を学ぶことはなくなっており危機言語の一つとされている。すべての話者が少なくとも標準ドイツ語とのバイリンガルで多くは 低地ドイツ語をも話せるトリリンガルである。デンマークとの国境周辺の人々は、さらに、デンマーク語を加えた4言語話者である。2004年12月24日に、シュレースビヒホルシュタイン州において、ノルトフリースラント軍とヘルゴラント島での北、フリジア語の公的使用を認める州法が施行された。北フリジア語の方言の文布。北フリジア語の様々な、方言による文章の例。 フェリング方言とエイムラング方言は、別々の方言ながら非常に似ており、この例では同じものになっている。ありがとうございます。